皆さんこんにちは。写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうもニコンさんからデン、あ、大きい。このニコン Z1424 の 2.8S っていうのをお借りしました。はい、私もめちゃめちゃ期待してたレンズなので、実写性能がすごく気になってたんですけども、実際これで星を撮ってですね、見ようと思います。で、今日、これせっかくなので、この中を開けてですね、開封するところからご紹介したいなと思います。それでは行ってみましょう。まずこのニコンさんのレンズを開封する前に、このレンズね、すごく歴史があるというか、その成形写真で非常にインパクトのあるレンズの光景なんですよ。なのでちょっとそのあたりの歴史をちょっと語らせてもらっていいですかね。まあこの歴史を、勝手に自分の勝手な解釈ですけど、こういう歴史を知ると多分このレンズの立ち位置というか凄さっていうのも多分期待度もね、分かると思うので、成形写真が撮れるようになり始めたのは多分15年ぐらい前だと思います。今となってはもう撮れるの普通になりましたけど、その前は15年前よりもっと前ね、はフィルムカメラでしたから、もう成形写真って撮ってらっしゃる方はいらっしゃったんですけど、フィルムカメラだったので感度が上がらなかったんですよね。上がっても800とか1600ですから。で、大体撮り方としては星をこう線にする撮り方ですね。1時間とか2時間とかシャッターを開いて、その間にこう地球が自転しますから星が線になって映ると。で、星空と風景の輝度が、合うような場所で撮りますから、大体その下の風景はシルエットで星が線になってるっていう感じですね。だから手前の風景が明るくて、なおかつ星が点で撮るっていうのは当時は絶対できなかったの、無理だったんですよ。で、それができるんじゃねえのっていう風になり始めたのがキヤノンの EOS 5D の登場ですよね。初のフルサイズセンサーが搭載されて、あれ感度が結構いけるぞということで、成形写真できるんじゃねえのっていう、その時成形写真っていう言葉もなかったんですけども、星ナビさんがね、生み出した言葉ですけども、で、そのいよいよ本格的に成形写真が撮る人が増えたのが、その次のカメラ、キヤノンの EOS 5D Mark II ですね。これ私も使ってましたけども、このカメラが出てからですね、感度が6400とかでも結構いけるような感じになってきたんですよ。で、その時使ってたレンズっていうのはみんなやっぱり単焦点レンズを使ってました。ズームレンズではね、なかなかコマ周差も多かったり周辺原稿も多かったりで、なかなか星空を映すに適したレンズはズームレンズでは当時なかったんですよ。今はあるけど。で、みんな単焦点レンズを使ってましたね。当時は何使ってたんだっけな、キヤノンの、14mm の 2.8 とかでしたっけ。そういうのをやっぱ結構高いレンズを使ってましたよね、みんなね。で、そんな中で登場したのがニコンの1424の 2.8、今日紹介するレンズの1個前のレンズになります。それのレンズが出た時にみんなびっくりしたんですね。ズームレンズでは星なんて撮れないよって思ったのがいけちゃうと、しかもそれぞれのズーム域で単焦点並みの画質が出るなんて言われてね、その時デメキンレンズっていう言葉が定着したのも多分そのレンズが出てからだと思いますね。もうインパクトがすごくて、で、ただでさえ星が撮れる機材って少ないのにそういうものが出たもんだから、当時撮影した人はみんなボディはキヤノンで 5D Mark II とか、あとその後出てくる 6D とかね、でレンズはニコンの1424の 2.8 っていうのが結構多かった。で、私もそれすごく憧れの組み合わせでしたよね。で、そんな中で、これは超広角ズームっていけるんだな、星空っていう被写体が
新しい車体として注目されて、レンズメーカー、カメラメーカー各社ですね、開発し始めたんですよ。でタムロンさんが1530-2.8、これ G2 だから1個前のやつですけど、本当は、まあ、それを出したりとか、あとシグマさんがこの 14mm の 1.8 っていうレンズを出したりとか、まあ、この他にもシグマさんは 14-24 の 2.8 っていうのを出してますね。あとはあの以前のレビューでも公開したタムロンさんの 17-28 の 2.8 とか、まあ、そういうレンズが次々と出てきた。で今ってどのカメラメーカーもこういう超広角レンズって出してないメーカーって、超広角ズームレンズかって出してないメーカーって多分ないですよね。みんなやっぱ出すようになって、そのぐらい定着したんですよ。まあ、そのきっかけが今回の紹介する 14-24-2.8S の1個前のレンズだったってことですね。だからまあニコンが当時成形写真業界に与えた影響っていうのはものすごく大きかったんですよ。ですからこのレンズにはもうめっちゃ期待しちゃうんですよね。これ今日はこれ辛口めにレビューをしようと思います。まあ、値段もね30万以上するからさ、すごい高いレンズなんで妥協は許しちゃいかんですよね。はい、じゃあ早速話が長くなりましたが、いよいよ開封してみましょう。これ片付けます。はい、ちょっとでかいですね。もっと高い三脚つけて俯瞰しないとダメですね。これで、はい、中を開ける、あ、もう普通に開けちゃった中を開けるともうこれ取説ですね。取説とこれケースかな、ニコールって書いてるケースが、はい、ついてます。はい、まずこれがありますよと。で中開けると大きい箱が出てきました。この箱を開けると、なんか3つ入ってるよ。レンズフードですね。レンズフードが入ってます。結構大きいレンズフードですね。で、あ、これもレンズフードじゃん。これもレンズフードだよ。あー、なるほどね。大きさが違うんだ。こっちでフィルター系切ってあるんだね。112mm のフィルターがつくって書いてあったから、レンズフードにつけるんだ。高圧式ですね。はい、でこれがレンズキャップですね。このレンズキャップは、そうか、まあ、普段はこれでいいけ、ちっちゃい方でいいけど、大きい方のレンズキャップ、まあ、フィルターつけるんだったらこっちのレンズキャップ使ってくださいよってことだね。はい、フードが2つとレンズキャップが1個、はい、入ってます。で引き続き中敷きを外しまして、あ、出てきましたよ。もう中身入ってないね。じゃあこれは片付けます。はい、出てきましたよ。私も実物は初めて見ます。あー、これか。あー、液晶ついてますね。液晶が 14-24-2.8、 だいぶ小さいんじゃないの。ちょっと待って、さっきのレンズもう一回持ってくるわ。サイズの比較ね。ちょっと横に寝かして大丈夫かな。これサイズ的に結構小さい部類に入るのかな。ちょっと待ってよ。まずこれが、まずこれが、こっちが富士フィルムの8-16-2.8 ですね。 APS-C 用です。あんまりサイズ変わんないね。こっちがシグマの14-1.8 ですけど、あ、重さが全然違う。重さが全然違う。こっちの随分軽い。大きさも、まあ、こっち前玉でかいからね。でこれがタムロンの1530ですけど、 あのね、まあ大きさもちょびっと小さめですけど、
重さが全然違うわ。すごく軽いレンズですね。軽いってプラ使ってねえな。プラスチックじゃなくてこれ樹脂かな、樹脂製っぽいですね。あのプラスチックなんで嫌かって言うとですね、まあ北海道で経験があるんですけど、すごい極端に寒いところで撮影した時に、ま、マイナス20度とか30度とかですけど、あのプラスチックが素材に入ってると、プラスチックってね寒さで歪むみたいなんですよね。でピントがずれたりとか、まあ、そもそもピント合わなかったりとか、まあ、そういうのがあるんですよ。だからちょっと今気にしたんですけど、まあ、樹脂製っぽいのかな、うん、ちょっと確認しときますけど、はい。でレンズキャップがね結構変わった形しますよ。このフードのこれに合わせてキャップがこう、わかるかな、わかりますかね。レンズキャップがねこのフードの形に合わせて切ってあるんですよね。だからこうこのレンズキャップを入れるときにこのレンズフードの形に合わせないとはまらないっぽいですね、はい、ちょっと変わったレンズキャップになっています。はい、実際レンズを見てみましょう。あ、キャップ外したらなんかなおさら軽く感じるな。まあ、コーティングは見事ですね。コーティングは見事ですね。でこれ不思議なレンズですね。成形写真ってこう一般的にねこういうデメキンのレンズじゃないと周辺像までその真ん中から四隅までね、あの圧倒的な解像感っていうのは生み出せないですよっていう話だったんですけど、これデメキンじゃないんですよね。これね、どちらかというとまあ平ら、まあ、ちょっとこう出てますけど、私もいろんなレンズ見てますけど、ちょっとこれはどんな写りするのかイメージできないな。つけてみましょうか。あ、Z6II もお借りできたんですよ。で、こっちはこっちでまた別にレビューしようかなと思ってるんですけどね。あ、こういうサイズ感だ。こういうサイズ感ですね。これが私が今まで使っていたニコンの Z7 で使っていた組み合わせですね。タムロの1530に FTZ マウントアダプターをつけて Z7 をつけています。で、今回これは Z マウントなのでそのままストレートでつけることができるんですけど、全然違うねサイズね、はい。でここのディスプレイってボタンを押すと今 14mm って言ってますね、まあ、焦点距離何ミリかってのが分かったり、これは F 値ですね。 F がどのぐらいかっていう、こっちでも変えれるしこっちでも変えれるという感じですね。でもう一回押すと、あ、ピントね。あ、これはね、これはいいですよ。これ大事なんだ。あー、ね、よく言えばこう無限遠と2の間がもうちょっと欲しいかな。あー、そこ、ここね、ここの幅結構使うんですよね。ここの表示は自分結構大事で、あの可焦点距離って言うんですけど、センサーサイズと焦点距離 F 値からそのピントをどの辺に合わせれば手前の風景どのぐらいから無限までピント出ますよみたいなね、そういう計算式があるんですよ。あの私の写真見た方でよくピントどこに合わせてるんですかって聞かれる写真があるんですよね。手前からこう奥までピントが合ってるように見えるような写真があるんですよ。まあこういう写真ですね。こういう写真があるんですけど、これはまさにこの可焦点距離を調べてってって、その富士フィルムのカメラがまあ使ってるのもそこが理由なんですけど、富士フィルムのカメラって後ろにね距離計が出るんですよ。だから可焦点距離を調べておいて、そのレンズの組み合わせですねの可焦点距離を調べておけば、このぐらいでピント合わせておけば大体、ピント合うんだろうなみたいな感じ で前の被写体までの距離もどのぐらいまで近づいていいかっていうのがちょっとおおよそ判断がつくんですね。でそれは富士フィルムさん以外のメーカーではあんまりついてこないんですけど、ニコンのこのレンズはつくんですね。でね、多分ちゃんと計算しないですけど、フルサイズセンサーで 14mm で 2.8 だと
多分ね、過焦点距離で中そのピント合わせるべき位置がこの2と無限の間ぐらいにあるんじゃないかなって。これもしこの動画のニコンの開発の方もし見てたらですね、ここ3作ってほしいかな。うん、ちょっとここから2の先が無限だとちょっとざっくりすぎるかな。まあね、ちょっと使ってみないと分かんないですけど、うん。どうしてこんなに私はこのレンズ期待してるかというと、ニコンのこの Z マウントってね、いきますよね、一回レンズ取ります。ニコンはこのバッテリーを抜くと、ここがシャッター降りるんですよ。ね。センサー丸出しにならないんですよ。でね、ここのことをこれフランジ径って言うんですね。ここフランジ径って言います。要はニコンの F マウントっていうのはここがすごく小さかったんですよ。すごく小さかったんですね。懐かしいカメラをちょっとほこりかぶってて、ニコンの F マウントっていうのがここですよね。これがニコンの F マウントってやつで、他社と比べて小さかったんですよ、ニコンさん。だから周辺原稿の元になったりとかしてたんですけど、まあ、それを大きくしましたよっていうのが、まあ、もともとの Z マウントの開発目的だったんですね。これ今業界で一番大きいフランジ径なんですよね。で、最もその周辺原稿とか、には強いカメラのはずなんですね。四隅の隅々まで行き渡りますし、なおかつ、ミラーレスの構造にすることでこのセンサーとレンズの後ろ玉の距離が短くなりますから、 F マウントの場合はこんだけ距離があったってことなんですよ。この FTZ アダプターのこの分ですね、こんだけ距離があったんですよ。これね、望遠鏡もそうなんですけど、センサーから離れれば離れるほどやっぱりそのレンズの設計って難しくなるし、周辺原稿とか修差とかがまあ起きやすくなるんじゃないですかね。うん、なんですけど、このミラーレスにすることで、レンズの後ろ玉とセンサーとの距離がめちゃめちゃ近くなるので設計が楽になるんですよ。設計的に有利になるっていうところが、まあ、ミラーレスの最大のメリットなんですよね。つまり自分の勝手な考え方にはなりますけども、 Z マウントのね、 Z マウントにしたことの意味ですね、それが一番発揮されるのはこのレンズなんじゃないかなって私は思ってるんですよ。周辺まで隅々まで光が行き渡って、それでいて周辺までちゃんと点で撮れるっていうところね。で、前回のこれの前の機種ですね、1420の 2.8 のがものすごく評判のいいレンズで、まあ、歴史を作ったレンズだったので、こいつにはめちゃめちゃ期待してるよっていう、まあ、そういうことなんですよ。で、実際ちょっとフードつけてみましょうか。通常のフードはこっちですね。通常のフードはこちら、はい、あ、これ借り物なんでこれシール貼ってますね、はい。で、こっちだとフィルターがつかないのでこちらですね。ここに 112mm っていうですね、めちゃめちゃでかい、フィルターがつきます。まあ、それなおかつ、後ろにもさせるんですね、これね。はい、ここにもさせるようになっています。こう成形写真の定番フィルターで、これリーっていうメーカーのね、ソフトフィルターがあるんですよ。これ中お見せしますと、ペラペラのシートタイプなんで、こういうペラペラのシートタイプになってまして、で、これを切って使うと、ここに差し込むってことですね。で、私はこういう風にですね、これコンパクトフラッシュケースなんですけど、このシールはこれ蓄光テープです。なくさないようにね、こうコンパクトフラッシュケースにこう、切ったやつを入れておいてですね、ちょっとこれ刺してみましょうか。本当はもうちょっと丁寧に入れるんですけど、これあらかじめ切っておいたんですよ。このぐらいのサイズだってあのホームページに書いてあったんでね、まあ、こんな感じで、はい、
つけると、こんな感じでつけます。見えるかな、こんな感じですね。でこれで、ソースフィルターの効果が得られますよと。でこのレンズの前と後ろどっちに貼るのがいいのっていう話なんですけど、前につける方が便利です。いろいろ付け替えができるんで。ただ、前につけるとこのレンズの、レンズとフィルターの間の距離が必ず出ますん でセンサーからどんどん離れていくので、周辺の、ね、星の像がやっぱりちょっと歪むんですよね。ビヨーンって伸びるんですよ。で後ろに貼るとその精度の伸びっていうのはないです。なので両方選べるっていうのはすごいですね。うん、まあ、この辺は好みだったりとかしますけど、やっぱり星空の描写を大事にする人ほど後ろにやっぱりこのフィルターを貼りたがるので、まあ、それでもいいですし前にも貼ってもいいですしっていう感じなんでしょうね。でね、私はまあ角型フィルターを使いたいんですよ。で今、各社こういろいろ開発してるみたいなんですけど、現状はこうカニさんがねこのフードをカットしたやつをね販売されてるんですよ。改造してるやつですね。でこれを使うことでちょっと半立になってましたね。これを使うことでカニさんのフィルターがつくみたい。このカニさんのこのフードをカットしたものをこういうふうにつけて、でここが112ミリになってますから、カニさんのアダプターで、112ミリから150ミリに変換するアダプターリングがあるんです。これをつけて、浅いけど、まあ、しっかりはまってます。でこのフィルター枠をつけると、はい、こうすることでカニさんのフィルターが使えるって感じですね。角型フィルターですね。あのカニさんの動画私以前にレビュー作ってますので、ぜひそちらもご覧ください。これをはこういう風にやるのがいいみたいで、今フィルターメーカー各社アダプターリング開発してるんだか発売してるんだかやってるみたいですね。で今つけてるのこれ 150mm っていうすごく大きい枠のフィルターなんですけど、 100mm がつくみたいなんですよ、このレンズ。これすごいですよ。こんだけワイドなレンズで 100mm っていう小さい幅のフィルター角型フィルターつけて蹴られないってマジかよって感じですよね。だからワンサイズ小さくできますから持ち運びももっと軽くなるし使いやすくなるっていうことで、あの、まあ、西さん、カニさん、あと H&Y さんかな、その3社が自分の見てる限りだと 100mm がつくフォルダーを開発中みたいな感じでね、やってますんで、まあ、このレンズに合わせてちょっとフィルターホルダーのシステムも入れ替える必要がもしかしたら出てくるのかもしれないですね。というわけで開封&所感は以上になりますかね。で実際ですね、どんな写りをするのか、まあもう前評判のいいレンズなんですけど、実際どんな写りをするのかは今後検証していきたいと思います。以前にタムロンさんの動画でやったみたいな感じで画像処理しながらレビューっていうのをまたやろうと思ってますんで、 Z6-2 かでお借りしてるのでこれで撮ろうと思うんですけど、まあ、これがまだ Adobe さんのソフトが今現在まだ対応されてないので、対応してからですかね、一応撮影して対応したらその動画をアップしようと思っていますので、そちらもお楽しみください。それでは今日はここまでになります。さよなら、バイバイ。したっけねー。うーわ、なんだこれ。すごいぞ。うわー、ひえ、全部点じゃん。うわ、こんなの初めて見たかも。
すげー、マジか、やべえなこれ。